ここ武蔵野の大地で神社が作られるというお話を伺いまして、その神社の下の土、神社が建っているところの土を使って何か協力できないかなというふうな感じで、私は思ったんです。それで、私は焼き物をしてますので、その建て張る時に掘り返した土、それをちょっと送っていただいて、いろいろ実験して作ってみたんですね。ただそのまま焼くと潰れて、形が潰れてしまうので、少し滋賀県の信楽の土を混ぜまして、作ってます。で、形のイメージとしては平して割に細長いもんで、あるような、皆さんご存知だと思うんですけれども、ここはやっぱり大地というぐらいなんで、ちょっと台形の形をした下の張ったドーンとしたものを作って、収めたらいいかなと思って作りました。土っていうのは温度、この場合は1230度で焼いてるんですけれども、そこまで上げるととろけてしまう部分がありますね。それでも、それも何とか使えないかということで、信楽の土をちょっと混ぜて形が崩れないような調合にしまして、作ったんです。焼き物にはいろんな土が使われてるんですけれども、それぞれ の土がそれぞれの味を持ってる。ですから、この武蔵野の大地のその土は、ここでしかできない、ここでしか取れない土で焼いてます。今まであるようなものとはちょっと違う、なんか斬新なものを作ろうとしました。その点、美術館と神社と共通した部分があって良かったかなと思ってます。今までの美術館やと、その貸し会場的なボックスになってるんですけれども、もう外自体が彫刻的で、すごく造形的な要素があって、楽しい美術館になってるかなと思います。コロナウイルスの災いが起こったんですけれども、その時に新しく出発する、そういう神社ができて非常に意味があるのかなと思います。世の中が新しく出発する、先ほど宮司さんがおっしゃってましたけれども、天の岩戸のドアを開けて新しく出発する、そういう話がみんながそれに向かって前進していけばいいのかなと思いますね。僕はできたらここの美術館を利用して、ちっちゃな小学生みたいな子供で、なんか絵画コンクールとか粘土で作った工作コンクールみたいなものをして、それを展示してあげる。それは未来の子供を育てるといいますか、子供のイメージを膨らます、そういうのに非常にいい場所、いい美術館だと僕私は思いました。美術館が計画する展覧会だけはなしに、地域に住んでいる皆様、あるいはみんなの方からこういう展覧会をしてほしいなっていう、その要望ですね、それを美術館の方にどん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 出す。そして美術館の方がその中から面白そうな企画を採択するとか、何かそういうことをすることによって、その美術館の存在感が出てくると思うんです。今まであるようなものを展示しとくだけではダメだと思うんですね。やっぱり行動する美術館といいますか、そういう形に持っていけば、存在感が出てくると思います。